続いて登場いたしますのはハニングデールでございます。ウォーニングの後継種ボバーサニングデールです。1999年生まれの22歳、体高160センチ、父ウォーニング、母カディザデー、母の父ダルシャーンです。本場の父ウォーニングはイギリス2歳3歳チャンピオン、主な産区に海外ではディクタット、ピッコロ、国内ではスプリンターズステークス勝ち馬のカルストンライト、アメリカジョッキークラブカップ勝ち馬のダンスジャッジなど活躍馬を送り、世界で7頭の G1 馬を輩出しております。本馬の母の半径にイギリスアイルランドダービー馬カーヤシ、近親にヨークシャーオークス勝ち馬のヒーチャンジがおり、母系はヨーロッパの名品系です。本馬の競争成績といたしましては27戦7勝、主な勝ち鞍は3歳児の CBC 賞、ファルコンステークス、函館スプリントステークス、5歳児には阪急杯高松の宮記念を制覇いたしました。昨年地方では川名が川崎8勝目を挙げ、短距離路線で活躍しております。本年度の種付け料は後払い受胎後支払いの10万円となっております。貴重な万能王の血を引き継ぐサニンデール、サニングデール、よろしくお願いいたします。以上、サニングデールでした。